してると思う。やっぱりすごい応援したくなるし、なんか完全に完璧な男だったらまたさ、うん、そのなんかもうほっときたくなるじゃん、うん、どっかこう助けてあげたくなる部分も兼ね備えつつ、うん、だけどなんかそのしっかりこうなんかカリスマ性っていうかさ、うん、なんか 光りまくってるじゃないですか、オーラが。カリスマ、いやいや何言ってんすか、バーンってもうね、タカリスマ、タカリスマ、何もいい、そういうの言ってみたらもうツイッターあれだぜみたいな、みんなタカリスマって書くぞやってタカリスマだってね、これうまい、タカリスマだそうですよ皆さん、タカリスマですよ、タカリスマ、ありがとう、ありがとう、美味しい、あるよね、でもそれ別に実話じゃないよ、あ、そうか、みんな知ってる、やっぱ月並みですね、月並みです、だっちゃ実話のやつじゃあちゃんと、え、俺超あるよ、何ですか、え、でも俺わかんない、タカが、うん、あのファンの前ってはどういう感じでいるのかが知らないから、だってライブ超見に行ってるじゃん、ライブとはまた違うでしょ、なんかその、うん、でも結構普通ですよこのまま、はい、マジですか、あんまりなんだろうね、カッコつけられないんだよね、その素の状態で、うん、恥ずかしくなっちゃう、素の状態がカッコいいんだよ、だからつまり何それ、それいい、ちょっと今日俺のじゃ日じゃないからさやめて、なんかなんかちょっとクソ照れるし、いやいや手とか震えてくるからやめて、本当に恥ずかしいわ、俺知ってるよ、あの弟、俺やん、あ、ヒロキ、うん、うん、弟ともペパってるんですけど、うん、はい、いい、いいよ、全然話していいよ、もうめっちゃツンデレなのベッドちゃん、弟、うん、タカがヒロキに、うん、弟に、うん、とんでもなくツンデレなのこの前俺、マジ焦ったのがいやいや結構、なんだろう、兄弟なんだけど主従関係じゃないけど、なんか弟は高弘のことすごいもう崇拝してるの、うん、なんかもうね、うん、お兄ちゃんみたいな、もう超絶対尊敬してて、うん、だからそうそう敬語なの弟がお兄ちゃんに敬語なのめっちゃ今ちっちゃい声で確認してるけどね拾ってるからね全部それはいはい、そうまずここでびっくりして、でもまあそれびっくりしたんだけど、である日ヒロキが誕生日だったの。おで、高弘それを覚えてなくて、うん、今日ヒロキ誕生日じゃねってなった時に、うん、あ、そうじゃんってなって、高がヒロキに電話して、うん、あ、もしもしってヒロキ出て、で、高が急に、お前今日誕生日だったんだろ、言えよとかわけわかんないことを言って、うん、で、ヒロキが、いや、全然なんか、なんて言ったらいいかわかんなくてとか言って、そういうのは言えよって、普通に言えばいいんだよとか言って、あ、すいませんってなって、で、そんで切るときに、じゃあ明日プレゼント買ってくかなつって切ったの俺、しびれたよ、ほんと相当しびれた、あ、そう、そう、もうちょっと不思議な兄弟だからね、うちちょっと家族関係は複雑だからね、まあちょっといろいろあるから、まああれだけどね、まあ、そういう一面はちょっとね、弟にだけ出しちゃう、じゃあ明日プレゼント買ってなんか買えるわ、つって、うん、でもそれも別になんか狙って言ってるとかじゃないでしょ、普通に、そう、普通にそう、すごいかっこいいね俺もまだそういうスーズのタカのスーめっちゃ見てるわけじゃないもん、もういいから、じゃあ次、はい、ゆうくん、こう、ゆうくん、実はこれ俺はもうずっと思ってたけどね、何、リアルの本当にね、今もこの状態もそうだけど、すぐ嫉妬する、そう、本当にそれはでも実はじゃないすぐ嫉妬するんだよ2回目ぐらいで思ってた、半端ないよね、すごい、何に対しても、そう、でもそれはいいことだと思うんですけどね、普通に、本当にそうって思ってる、うんうん、すげえ可愛いもんだって、それはだって、なんかこの前対談した時があって、うん、その時に言ってたのが、もし仮に彼女ができたら、うんうん、年末にジャニーズのカウントダウンを、うん、なんか彼女が見ると怒るの、うん、なんでそれ嫉妬しちゃうの、そこに嫉妬すんの、いやだから僕は、うん、常に夢は叶うっていう精神で、うん